はい、こんにちは。こんにちは。新島 JPSA 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。自己紹介とホームポイント年をお願いします。まあ、みんな知ってると思うんですけど。中塩かなです。18歳です。ザホームはしだしたとかサンライズとか一宮周辺です。2連覇ですね。はい、そうです。正直今年無敵状態。いやいや全然。でもさ、ちょっと圧倒しとったよね。自分でも乗れれば自信はあったんじゃない？うん、乗れれば、乗って決めたら点数出るっていうのが分かったね。そう、前の日なんか一発で9点出てなかった？まああれは結構カリフォルニアの修行の成果出たかな。あ、やっぱり出た。はい、なんかクリティカルなとこちゃんとヒットしとるよね。結構、あ、サーフィン変えたいなって思ってたからそれができたって感じ。あ、そういう意識があるんだ。はい、何当て場所、フォーム当て場所とか、もう板の角度とかタイミングとか、もう全部ね。前よりさ、このカールの下から入ってヒットしとるよね。もう、はい。企業秘密どういう風に変化させた？いや、もう全部目線から。目線から入って、でカールの下に当てようとか、上に抜けんどこうとか、なんか意識変えた？いや、そんな。場所やっぱりちょっとさ、こうもっとさらにさ近いクリティカルなとこ攻めとるよね。まあ、前より結構カーブ系のサーフィンだったけど、それをカーブも残しつつ、もうちょっとトリッキーな技をプラスしたいなって。さすが。だって最後のさ、ファイナルで決めたあのセカンドはさ、あれ残っとったら何点出るっていう波だったけど、うん、ファーストでもさ結構なんちゅうの、あれ型がなくなりかけて難しかったじゃん。それをすごいいいとこでね。いや、なんか思ったよりもこうパッて開いちゃったから。そう、だから俺抜けると思ったのめっちゃフィン抜けて。そうでしょ。でも耐えて。あれよく耐えて。あれ普通さ、パン向こう行って転ぶシーンじゃん。それを耐えて、で2発目はさ、すごいいいとこに当てたよな。そう、1発目ででもなんなかったら全然2発目も余裕でいけたみたいな。だからやっぱり1発目のタイミングがずれたんだ。でも全然タイミングあれがな、普通はカールがあってぶち込むとこが抜けかけたもんね。うんうん、はい、俺、うわ危なっと思ったでもある意味かっこよくも見えたんだけどね。うん、そう、まあだから素晴らしいなと思った。しかも1発目終わって2発目行く間にバック講習入ってみたいな。そう、ボヨンになってね。で最後さ、なんか反対側から掘れてきた。反対側から掘れてきて、でもあれ俺実は残ったと思ったの。いやいや、もうなんか、いや一回着地したけど、うん、なんかもう下が なかったっていうか、ごにゃごにゃ。あ、なるほどね。でも今回どう、この波またちょっと違う、緩いじゃん。うん、どう、この波はこの波で作戦とか乗れれば勝てる戦略ある？いや、あんま気にしてないかも。え、どっちが好き？速い方が好き？速い方が好き。だからこれむずいよな。いや、もう嫌い。当てどこがなくない？なんかパンピングして終わる。パンピングして、もういかにつなげながら技見せるかね。あとカーブしかないから、ヒットを狙う、またいかんからね。はい、まあだけど圧倒的に強いから、ちょっと期待してみてます。もう勢いで頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。